た後の3球でフォークボール、三球三振、これうまく打ってショート詰まっています。ここでフォークボール、アウトコースにあります。ストレート、低めのまっすぐ、ボール自体はやや真ん中ではあったんで低めに来ました。打っていくセカンド、緩い打球です。セカンドスタートとって一塁送球、一塁のとこはシューティングランナーは初球打ち上げた、高く上がってないとほとんど定位置です。ピッチャーの中点です。ボールを抑えてスリーアウト。この2回満塁のピンチはあったんですが山下がストレート、右方向打球が伸びていって茶野が下がっていってフェンスの手前、ボールを抑えてワンアウト。カーブ続けてファースト、今度難しいバウンド合わせてキャンバスの踏むボール、4球目ストレート打っていく。サードの前に腕がボールを取って一塁に送る、スリーアウト。ランナー三塁に残塁、ストレート打ち返して右中間ですがライト茶野が中でボールを取っています。牧野もしっかり打ち返していきました。インコース行ってますからね、ちょうど安いところ行くんですね。続けています。これカーブだ、いい高さ、ボールが曲がり落ちてきました。山下舜平太、今日4つ目の三振を奪っています。ストレートまっすぐ勝負でいきました。ランナー一塁に残塁、山下舜平太、今日5つ目の三振を奪っています。ランナー2人、フォークボールでスイングアウトの三振です。6つ目の三振を奪っています。ワンアウト、まっすぐで追い込んだ後のフォークボールです。レフトへ打球が上がってレフト突っ込んでボールを取ってまたは追い込んで3球目、カーブを持ってショート、ボールを取る、二塁に送ってフォークアウト。まっすぐですがショートハーフライナーです。カーブを打ち上げて高くを出して光を出ません。セカンドゴンザレスが下がっていきます。これでツーアウト。セカンド前までボールが下がって取っています。7球目、フォークボール、バットが隅を切ってキャッチャー一塁に送ってスリーアウト。7つ目の三振を奪っています山下舜平太。カーブ打ってファーストゴロ、特急が出る。ピッチャーベースカバーに入ってキャンパスを振って山下舜平太、ワンアウト。さあ、ここで2-2。カーブで決めた、スイングアウト。エルト三振、バックの投球を奪ってランナーが下がります。山下舜平太、7回もスコアボードを黒を刻んでいます。まだ20歳、粘ってます西川。カーブはスイングアウトの三振です。ただ結局9球投げさせた打席になっています。今低めに来ますね、大きい速いボールは見逃しの三振、153キロ。組み立てでいうともちろんまっすぐが速いピッチャーですが、まっすぐ速いボールはショートゴロ、ゴンザレス、スリーアウトです。両チームともに速いボールが2球、これまた速いボールが来ました、3球三振です。すべてが、低いところに見逃したんですけどね、これはストライク、カーブが来ました、二塁がけになった、一塁はセーフです、内野安打、判定はセーフ、であとは今度の足がですね、アウトになりました。これも速いボール、バットが折れた、セカンドゴロ、西野、スリーアウトです。ライナー性のティーカッティングをフルスイングする姿、これがよく練習で見られるんですけれども、まさにそれが生かされたようなホームランだと感じました。最後のボールはどうでしょう、スリーアウトの三振です。そういった感じでしょうね。これまたフォークが来ましたが、バットが回っています。は三振でスリーアウト。ゲームの序盤のバッターは嫌ですよね。これも速いボール打ち上げた内野フライです。ゴンザレス、今日は先制のツーランホームランを放っています。このカーブが来た、最後見逃しの三振。速いボールの後、沈んだ。スイングアウトの三振です。群馬は山下俊平太、守るピッチャーであれば右の当たりに選手同士ですからね。最後はカーブで反応し、今のはカーブです。カーブの方も精度が高いんですよ。一回ポンと浮くんで、追い込まれてるとあのボール出るんです。高めのボールでスイングアウトの三振です。山下俊平太が今日5回まで無失点、1つ節目5回を投げ終えて8フルスイード来た。ここでカーブ、セロンもっといっぱい探していきたいですとも話していました。なるほどね。このピッチャーゴロ、ツーアウト、今日の両チームのベンチではなるほどね。立ち上がりってちょっとみんなボールが嫌なものなんですけどね。野田さんもそうでした。いや、そうですね。引退するわけない。ここで外のボール打たせました。セカンドの大田からゴンザレスのボールさっきなりますよね。ということですよね。ここでカーブです。ストレート155キロ、ストレート右方向、ライト角から手に入ります。ボールを取ってランナーは三塁に向かっていきます。ツーアウトランナー三塁一塁、打ち上げてライトのフライです。まっすぐ勝負でしたね。ストレートの三振、今日3つ目の三振。バッター先です。距離は出ませんが、センターがレフトから左中間の真ん中、追いついたのはセンターの中川圭。ここでカーブでスイングアウト、小田の三振。ここでカーブ続けてみました。カーブ続けました。6個目の三振。これは裏をかいてますね。打ち上げたレフトの前です。浅いフライです。杉本がボールを取る。これでツーアウト。ストレートを打って打球は左中間だ。センター追っていって、センター中川圭が追っていって、どうか追いついた。左中間中川圭が追いつきました。センターの右ですが中川圭が中テンポ、走ってカーブを打ってセンターの前、センター中川圭太追いついてランナー飛び出して、さあ戻りた一塁はアウト、ダブルスタートを切っていた金子祐希もストレート6つ目、スイングアウトの三振です。ただこのまっすぐにもね、待っていてもなかなか前に、そしてカーブを使ってくる。今落としましたね。ショートゴロ、さあアウトランナー出ています。3球目打ち上げた、レフトのフライです。距離は出ません。杉本が落下点、ボールを取ってワンアウト。カーブを捉えてショートライナー、ここで投げたボールなんでしょう、フォークボール。